もしも願いが、どうぞ私を連れて逃げてください。江戸を離れてお嬢さんとひっそり暮らそうと。ちょっと脅かしは35両だ。お戸松さんはいたずらの恋文を信じて、いっそ気を変えて京で暮らさせるいうのはどうや。お戸松さんの仇、幸せになるのが後ろめたいと思ってるんやったらそれは違う。お戸松さん